皆さんおはようございます。今日は5月26日土曜日です。今日の私のテーマは、やはり何といっても米朝首脳会談です。毎日のように新しい情報が出てきます。つまり、首脳会談を中止するといったトランプがわずか1日でですね、予定通り12日のシンガポール会談を期待するというような発言をしていました。これを表してですね、北朝鮮とアメリカの、駆け引きという論評が繰り返しされてますけど、その通りなんですね。でその通りなんですけれども、どちらが優位なのか、そして何がその駆け引きのポイントなのか、これをはっきりと指摘する者はいません。私がズバリ言いますと、もし金正恩の体制保障と引き換えに非核化を行うということが額面通りであればですね、圧倒的に金正恩が有利な立場にあるということです。そしてその鍵を握るのがまさしく非核化ということです。どういうことかと言いますと、もし金正恩の決断が不可逆的であればですね、それはもう金正恩は非核化すると、完全にすると、検証可能で不可逆的な完全な非核化すると言ってるわけです。ただしその前提としてですね、体制が保障され、そして北朝鮮の経済開発に世界が協力してくれるというこのディールがあるわけですね。で私はこれ本当だと思うんです。でそうなるとですね、これからの交渉で何がポイントになるかというと、まさに非核化でありですね、そして、体制保障だと。でその鍵を握るのが中国なんですね。トランプが中止を通報した手紙の中にですね、北朝鮮との批判の応酬というのがあったんですけれども、しかしもう一つトランプが言った言葉はですね、ムン・ジェインとの米韓首脳会談の直前にメディアに対してですね、習近平が関与してきたと、かつての習近平ではなくて今の習近平は注意しなくちゃいけないと、こういうことを言ってるわけです。でこれはどういうことかというとですね、やはりアメリカにとって今度の会談の鍵を握るのは中国だということなんですね。そして非核化についてですね、まさしく中国が北朝鮮にもし保証を与えていればですね、金正恩にとっては非核化はもういつでもできると、その一番重要な金正恩の言葉はですね、これはまだ発せられてません。しかしこれから発するかもしれない。そしてその言葉が発した時にですね、今度の米朝首脳会談の主役はトランプから金正恩に完全に逆転してですね、そして非核化がまさにアメリカにとっての最大の課題として押し付けられる。一言で言いますと、非核化を求めて、そしてそれを認めるのは何もアメリカに限ったわけじゃないんですね。世界がそれを求めている。そしてそれを検証するのはアメリカでなくてもですね、他の主要国が検証すればいい。でアメリカの要求の中にですね、私はどうしても見逃せないのがあって、それは北朝鮮の核をですね全部アメリカに移管しろという言葉があったわけです。で私はですね、もし金正恩だったら中国に
保管してもらうと。つまり北朝鮮は核放棄するけれども、その国際的検証と保証は中国に任せると、こういえばですね、アメリカは反論できないと思うんです。で、折からイランではですね、アメリカがイランの非核化を目指してですね、オバマの合意を破棄して、そしてさらに制裁強化を強めようとしている。しかし欧州もロシアも中国もですね、それに反対してですね、イランとの核合意を続けようとしている。制裁はしないと。まさしく北朝鮮の非核化問題とイランの非核化問題はですね、一体となって進められているわけですけれども、その2つがですね、もしアメリカ抜きの非核化という形で進めばですね、攻守逆転してアメリカが孤立するわけです。そして金正恩が投げかけたですね、もし体制が保障されるなら核兵器なんかいらないんだと、これが本当であればですね、この言葉は全ての核保有国、全ての軍事覇権国に突きつけられた究極のですね、まあ、平和宣言になるわけです。ですから私は今度の米朝首脳会談はですね、もし北朝鮮が本気で非核化を決意しているのであればですね、トランプは防戦に追い込まれると。そして中国がですね、全面的に交渉の表に出てくる。つまり米朝首脳会談は米中首脳会談になって再開する。まあ、私はこう思っています。果たしてそうなるか、これはもちろん当たるも八卦、当たらぬも八卦ですけれども、しかし私が今問題提起したことはですね、誰かが公の場でですね提起しなくてはいけない問題であって、それこそが戦後の国際政治の構造を一変するですね、革命的な、まあ、発言になると私は思っています。今日の天城軸はこのテーマで、おしまいです。